はい、どうもドローンウォーカー編集長の吉武と申します。今回はですねマトリス210のこのねここにある Z30 のカメラを一回ね30倍ズームまでズームしてみたいと思いますので、そのあたりの映像ですねお届けしたいと思います。これ光学で30倍ズームまでいけるので、あそこにですね境界みたいなのが見えると思うんですけれども、今ね iPhone でズームしてます。 iPhone だと今6倍ですね。あれがどこまで見えるのかっていうのをですね検証していきたいと思います。はい、ではですねこれがコントローラーになるんですけれども、コントローラーの画面からちょっとね寄っていきましょう。汚れちゃった。よし、はい、では T を押していくと、これで今10倍ですね。ちょっと中央に置いた方がいいかな。こっからズームしていくと今15倍、20倍、25倍で30倍。これすごくないですか、ね、もうくっきりこっから見るとあれがですね今ここまでくっきり見えるよってところがポイントです。この錆び具合も見えちゃいますね。これしかもこれ今モニター越しに映しているので実映像に比べると、まあ、ね、実際のデータ取りした映像に比べるとですねさらに悪い状況なんですけれども、こんなにくっきり見えてしまうよってことですね。今ちょっとジンバル動かしてます。屋根の状況もですねこんな感じでわかるよってことですね。これはすごいですね。ちょっと今飛ばすことはできないので、まあ、軽くですね検証程度になってしまうんですけれども、こんな感じですね。いやはやすごい。このカメラを使うとですね、まあ、光学30倍、要は遠くのものまでここまでくっきり見えるということで、ドローンを運用する上ですねやっぱりその離陸ポイントから離してしまうってことはそれだけですねリスクが高まるよってところなので、できれば離陸ポイントからそこまでですね運用せずに遠くのものまで見えるっていうところは、この点検とかする上で非常に有意義に使えるのかなってところですね。点検業務とか行う上でですね被写体、例えば鉄塔の点検をしなきゃいけないっていう時にですねドローンを近づけてしまいすぎると当然それだけ墜落のリスクとか高まってしまう部分があるので、まあこれだけ光学ズームで鮮明に映るようなカメラを使えばすごく有意義に使えるのかな、リスクを限りなく減らした上で点検業務できるのかなってことですね。場合によっては共用の点検のクラックとかもですねこれでチェックできるのかなと思いつつ、ちょっとね私もその現場経験がないので実際に現場で使われているかどうかわかんないんですけれども、こういった検証はですね多分行われているのかなというところですね。はい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 、ピントもですね結構すぐ合ってくれますね。一瞬ここねこの柵が入っちゃうので、柵が入ってじゃあボケちゃうんですけれども、ボケてすぐにピントが合うよっていうところですね。はい、こんな感じです。今はですねちょっと、はい、これ Z30 のカメラなんですけれども、まあ、ちょっとね今機材点検があったらちょっと試しにやってるぐらいなので、まあ、ちょっとドローン飛ばせないんですけれども、今度ですね実際にドローン飛ばした上でですね、まあ、ワイキキビーチあたりでやってみようかなと思ってるんですけれども、そのあたりの検証もですね合わせて紹介していきたいと思います。はい、では本日は以上です。